開始であります。ニュートラルコーナーで分かれて、さあどっちが主導権を握るのか。うまかった、これはうまかった、リングの下に落とした。挑戦者サイド、早くもリング外での攻防となっております。今吉田打ちましたね、頭を。吉田ちょっと頭を床に激しく打ちました。さあリング上は下田美馬、そして吉田麻里子、両腕を取ったのは下田美馬であります。さあ早くもボールの体勢、しかしこれは牽制のような感じ。腕を取って左肩をちょっと痛めている吉田麻里子。さあ最初に主導権を握ったのはチャレンジャーサイドですよ。やっぱりね、先制攻撃、挑戦者の意欲が出た、出なきゃおかしいですからね、2人で飛ぶぞ。2人で飛んだ、セカンドロープの上から。さあちょっと右足を引きずっているかのように見えたのは井上貴子でしょうか。デビーです。あ、左足か。デビーが、デビーがちょっと左足、足首痛めたようであります。さあこの後試合続行に何か影響が出てくるんでしょうか。デビーマレンコ、ちょっとチャレンジャー心配であります。不安そうに。さあこちらも、え、チャンピオンの吉田麻里子を痛めていた左肩。今コミッションドクターの林先生が今向かいました。左肩ですね。でレフリーもあのカウント今してませんね。はい、両者とも今ちょっと試合続行可能かどうかということで、今ちょっと本部席の方にレフリーがちょっと待ってくれというふうに手を今出しまして、あ、ちょっと吉田麻里子は大丈夫というようなジェスチャー、デビューを今ね林先生が見てます。そのままチャンピオンサイド赤コーナーで待ちます。デビューの様子、ちょっと立つのも精一杯か。おっと、ちょっと立ち上がるのが非常に難しいような体勢になっているが、しかしリングに登ってきます。デビーマレンコ執念です。さあここは早いとこタッチして、下田美馬に、そうだそうだ、ここで休んでおかなければならない、ありません。さあ下田美馬、しかしさあ膝、井上貴子のこの膝への攻め、アキレス腱固めから。さあ今度はどうするんだ。やはりこのデビーがいることもかなり意識しているんでしょうか。井上貴子、徹底的にこの関節技、やっぱりサブミッションの方にデビーの前で見せたいというのはあるんですかね。やっぱ最高意識あるでしょうね、そう本当はね、デビーとやりたいって言ってましたね。井上貴子はデビー狙いでいきます、今日は言ったんですけどもね。いやでもこの井上貴子がね、デビーに膝十字をかけるなんていうのが見られた時にはもうたまりませんね。今ねデビーがね相当ね表情ねずっと歪めてるんですよ。また林先生がねもう一回青コーナーの方に行きまして、今また見てますけどね、はい、これってしかしここはうまく見ていた。下田美馬うまく見ていました。ちょっと下田美馬も足へのダメージあるんでしょうか。足を引きずりながらコーナーへ帰っていった。さあデビーマレンコ登場でありますが、ちょっとやはり動きが鈍いか。アスカさんどうですか動き。どうしても左足こうかかと体重がかからないでしょうね、やっぱり。そうですね、まだね、先生こっちに戻ってきてないんですがね、はい、かなり強く足首をねじったようだと。ねじったんですか。捻挫のかなり激しいものなのようですけどもね、はい、病状が分かったらすぐに伝えてください。まだね先生が青コーナーで心配そうに見てますね。そうですね。さあトップロープコーナーに登った。デビーも負けじと登った。さあデビーが取るのか、後ろへ投げた。痛い足を押してのデビーマレンコ、これは強烈。井上貴子どうだ、カウント2。吉田麻里子がギリギリ手に入りました。さあ井上貴子もフラフラだがよく見ていた。これは自爆、相打ち。しかし腕を取った、デビーマレンコ。さあ足はダメでも腕があると。マレンコ同場仕込みのサブミッションがあります。デビーマレンコスピンウィング、スピンウィングどうだ。いやでもチャンピオンサイドのこの助けに入るスピードも速いですね。やはりいいコンビネーション見せております。さ
さあ吉田麻里子どうだ、トンボ返りを切ったが、ここは下田美馬すかさず足を出しました。さあコーナーを利用してデビーは赤コーナーで井上貴子を止めている、止めている止めている、そのまま落とした、どうだカウントが入る、間一発、井上貴子間一発タッチに入りました。さあ2連発カウントが入る、フライングネックブリーカーの2連発、吉田麻里子ちょっと意識朦朧か、後頭部をリングに激しく打ちました。さあこれを見ている、どうするんだどうするんだ、抑え込んでいるのは吉田麻里子、カウントは2。さすが全日本タッグ選手権にふさわしい試合運び、チャレンジャーサイドデビーマレンコ足を痛めて非常に苦しい体勢強いられておりますが、チャレンジャーも頑張ります。さあチャンピオン2人攻撃、リングの外へ、さあ手落とした、吉田麻里子どうする、飛ぶか、さあ足をかけた、エプロンサイドからセカンドロープ飛んだ、フライングボディープレスです、場外へのボディープレス。さあこちらは井上貴子、デビーマレンコ足を引きずりながらリングへ戻します、エプロンからリングへ、ちょっと足を引きずって苦しい体勢、さあ担ぎ上げた、オーロラスペシャルか、どうだ、これでも決まらない、井上貴子どうやって決めるんだ、吉田麻里子と2人攻撃、さあどうだ、足を持っての、さあカウントは2、いやいやいや決まりません。30分一本勝負全日本タッグ選手権、と1回転、これはデビーうまく見ていたのか、うまく今はこう痛めてる足をつかずに膝で打ったような形になりましたデビーマレンコ。さあコーナーにいるぞ、コーナーのデビーを井上貴子、そして吉田麻里子はリング中央一人で二王だ、ここでフィニッシュに持っていくのか、トップロープから飛んだ、そのまま抑え込んでカウントは3、チャンピオン初防衛、15分チャット15分チャット試合開始後15分ジャスト、赤コーナーチャンピオン吉田麻里子、井上貴子、挑戦者デビーマレンコ、下田美馬を見事に下しました。全日本タッグ選手権試合タイトル初防衛を果たしました。